ここは国指定史跡、和賀島ですね。材木座海岸です。そして、ここにまだ続きがですね、残ってますね。そしてこの新しい津波の看板が出ました。そしてここにですね、まだ富士山発注と見えますね。今日は5月の9日ですね。もうだんだん初夏の陽気になってきました。で、初夏になるとどうしても南風になって、こうやって海岸に白波が陸地を吸っておりますね。ここにビザが張っておりますね。今日は、暖かくなるとどうしても遊んでしまう。これは稲村ですね。そして稲村、そしてこれが和賀島ですね。これが自治川の端っこですね。端っこにあそこに和賀島という、看板が立ってますね。こういう感じです。